特報気がついたんだけど私も今気がついたわなんとメカ部が半年持ちこたえたにゃお正月から初めてもう7月メカ部0.2周年ありがとうございますこれも全て視聴してくれてるメカ部員の皆さんのおかげです感謝感謝にゃはあはあ正直よく半年もったわ。 動画編集思ってたよりきっついわえーとこれで168本目の動画最初は毎日動画作るつもりだったのよねとはいえ割とすごいわね思ったより動画作ってるわね正直もっと慣れたらもっと早く作れるようになるんじゃないかと思ってたのよねところがどっこい相撲はどっこいね政治系の人とか毎日更新してるじゃないあれぐらいできるもんだと思っていたわ無茶よね読み上げだけで編集をほとんどしてないとしてもあれは特殊技能よ愛があるとできないわ 言い方言い方にゃネットの反応集とかでほとんど同じフォーマットのサムネイルのやつあるじゃないあるわねあれおすすめに出さないにしてみたのよはいはいおすすめに出さないに選んでも選んでも同じフォーマットのサムネイルがおすすめされるのよ「るよチャンネル」一体どんだけ同じフォーマットでチャンネル作ってるんだたぶん1つのチャンネルではリッチする再生数に限界があるので横に広げてるのでしょうね恐ろしい ネットからテキスト拾って編集して動画化するそのデータを加工して他のチャンネルも作る1回分の作業で10倍ぐらいの成果だと思うわすさまじく効率重視ね勝負にならないわ勝負しないでよ商売でやるなら少なくともうちなら20倍はやらないとダメということにゃ商売でやるならこんな狭いネタを選ばないでよ正直語りたいネタはいっぱいあるのよ1日3回語っても足りないぐらいよ語りたいわそんな量を編集できるか そうよね。PC も絶えないわ。そうよね。やれることをシクシクとやるにゃ。うん。これ0.5周年特別動画作ろうとしたのにグダグダ寝っ転がって喋ってるだけよ。はっせめてオチとかネタとか仕込みなさいよ。今回は思いつきのアドリブで作ってるから無理よ。せめて次回予告ぐらいするにゃ。じゃあ次回予告。僕たちの好きな武装放棄。また物騒な。アニメや漫画実写で描かれる武装放棄を好き勝手に語るわ。 多分みんな大好きよあ、確かに好きだわ2.26はテンション上がるにゃそういえば原稿を受け取ってないわよまだ書いてないもん自転車操業というか行き当たりばったりすぎるそんなこともあるのに <laughs> メカブチャンネルそんなわけでメカブではこれからもメカの話題を語ります振り落とすつもりで行くのでよろしくね振り落とそうとしてるのが理解不能よこれを機会にチャンネル登録とか